教えてよ何が好きかサンドイッチ僕はハンバーガー私たちはよく似てるねあまたそうだか慣れてること感じていることそう本当似てるね地味ってくこういうの実はこっそりやってますよみたいな自分も歌詞を紙に書く人なんですけどその下にローマ字も全部書くんですよ、まあ、ローマ字に起こしてで日本語って例えば、まあ、愛してるだったら1話に1文字しか入んないんですよ愛してるって、はいはいはい、でも英語って、まあ、1話に 2語とか入ったりするじゃないですか、うん、それってやっぱり日本語の考え方って子音と母音子音と母音っていう考え方なん で英語の場合だと前の母音と次の子音をくっつけて考えたりするから、まあ、くっついて一つの文字になったりするんで例えば愛してるだったら AISHITERU かで普通だったらあと I と SHI とみたいな感じで分けるんですけどそれを例えばあと I とその次の C だったら SH じゃないですか、はい、あ、I の I とその次の SH をくっつけて I っていう言葉とその次の前の母音と次の言葉の子音をくっつけて考えてみるとあと「いし」と「い」ってで「L」ってやると「愛してる」っていうくっつけると「愛してる」に聞こえるでもそれがそうやってくっつけていくと英語っぽくは、まあ、発音になるんでリズムのある曲で日本語の曲とかはそういう風に英語っぽく発音考えてあげるとよりこうリズムのりが良くなったりとか。何その地味てく地味それをなんか紙に全部一時期は書いて、はい、丸して丸して丸してそれを読み上げてあこういう風にやったら英語も聞こえるねとかうまくリズムに乗るねっていうのをやってました例えばなんか曲でやったなんかでも久保田さんとかよくそういう感じの方がいいかもしれないですね年信君ぐらいだあいつね君ぐらい年信はい、日本語だと息が止まるくらいのっていうのをうまく、はい、息が止まるくらいのってこううまくくっつけていくとうまく今度 YOSHIKI さんのライブに行ってもらってそれ一回ちょっと聞いてもらったらまたちょっと聞き方変わるんじゃないですか、うんね、感じ方とかもあれそんなことないんですよ逆に私は日本語をどうやったら美しく歌えるかなっていう時にはそのがとかはよくミラクルの皆さんがってやるじゃないですか、はいはいはい、あのアナウンサーみたいな、はい、それを自然にそのいかにしてこの自然に入れられるかどうかはその練習中に何度もそこを歌ってやったりとかでもがってやってしまうと間にを入れることによってその単語ががってもので違う単語になっちゃうじゃないですかそれがなんかいかにして自然にできるかとか耳障りにならないかっていうのを自分の声を録音したりとかしていかにして日本語を美しく歌えるかっていうのをやったりはします歌詞解釈する人にこんなこと言うのはあれなんですけど山はのところ山がにしてちょっとやってみていただくとかできませんかね山がで愛を広げなるほど山がっていうよりも山がで愛をでもがっていうものはがとして成立するようにそのちょっとオブラートに包むというああなるほど私はモノマネをよくやるのでそのモノマネで得た表現を歌に反映したりしてます例えばよくやるのはピカチュウなんですけどピカチュウパイカパイカっていうそのあを応用してロックの曲とかだとボスっていうグループで夢見る少女がいられない歌ってるんですけどあの日の私かいのところでちょっとここだけやると あの日の私かいのところでっていうのを入れるとそうそうすごいそうピリピリってするんでそういうのをやったりしてます地味やわ地味すごいな高いこととかでちょっとやってるってことですねそうですね高いとことか、目立つところとかでキュッて締めたりしてますああ声帯をキュッとわざとはい痛まない程度にシーンはどうやってよくいやなんか今までの話を僕なりの方法でエロくはまいりますけどまだ僕なりの方法はそういえばあったなって今思い出したんですけど僕も楽譜に結構書き込むタイプの人で特にリードボーカル多分一番書き込むんですけど自分なりの本当に何でもいいんですけど記号でその抑揚なんですかね楽譜上に書き起こせない表現ってもう山のようにあるじゃないですか
それを、まあ、自分にしかわからないように、例えばもう一回息が止まるやっていただけませんか。息が止まるくらいのっていうのでも、例えばそのよしきさん、それは使うなよ。怒ってるよよしきさん、今マイク止めたよ。いや、雑に扱ったら超ありがとうございます。すごいね。なかなか言ってくんないよ、こんなの。本当にありがとうございます。一番初めの息がもう、あの息がのイだけちっちゃいつが入ってて、キがもう多分ちょっとずつ違うんですけど、今の僕にはちょっとすぐ分かんないんですけど、で、その、じゃあ息がって書くだけじゃなくて、イのな、あ、イの後に、まあ、ちょっとちっちゃいつ、カッコでみたいな。で、トも息がトってすぐ飛ぶんじゃなくて、息がトって今ちょっとしゃくってるんですよね。もうちょっと短いスパンでしゃくってらっしゃったと思うんですけど、そこもだから僕ビヨーンって矢印書いて、まあ、こんだけでしゃくります。で、トも多分後半のちょっとだけビブラートの山が2つぐらいあったかもしれないんですけど、そこもだから、じゃあ最後は2つ山つけます。で、まるくら、もうまるくらって、まあ、ちょっと、まあ、メリハリつけてらっしゃったじゃないですか。そこも多分なんかスラッシュとかでピッピッてやったりして、まあ、何でもいいんですけど、そういう記号でもういちいちフレーズ、まあ、ここでこう上がって、ここでこう揺らしてとかっていうのを書き込んでますね。地味的あります？いや、ないです。リードボーカルを、まあ、やってたりする後輩だとか、頑張りたいな、これから頑張りたいなみたいな子に対して何か一言アドバイスするみたいなことがあれば、何か人言うと、なんかあんまり偉そうに言うのも嫌なんですけど、まあなんかいっぱい、とにかくたくさん聞いて、いっぱい引き出しを作って、とにかくそれをまあ実践してみるというか、さっきのシャドーイングもそうですけど、とにかく繰り返して練習して自分の体に馴染ませてこそすぐ出てくるというか、すぐ使えるようになる練習をしていった方がいいのかなと思います。まあそれにはある程度時間もかかるし、地道な時間がある、まあ、時間かかる作業だと思うんですけど、まあ諦めずにやってもらえたらなと思います。まあ、私もすごいモノマネ推奨派というか、まあ、シャドウイングみたいなね。で、私は今アイドルのスマイレージの曲と、あとシェリル・リンを交互に歌うっていうのにハマってて、全然違う、なんかランラララララみたいな曲と、フェレフェレフェレみたいなのを交互に歌って、その喉の筋肉を鍛えるみたいな自己流でやったりしてて、なんかほんといろんな、もう別にアイドルでも洋楽でも演歌でも何でも、もう J-POP のバラードでもいろんな歌を聴いて、いろんな歌を歌ってみて、自分のもうほんと一緒なんですけど、引き出しをいっぱい増やして、自分なりの表現をぜひ見つけていってもらえたらなと思います。私はですね、舞台上でのことになるんですが、もうとりあえず私はこんなことをしていたので、もう高校時代からとりあえず恥ずかしいって思っ、恥ずかしさを捨てるというか、とりあえずもうなんかそういう気持ちを全部一気に捨てて、もう堂々と歌うと自分の気持ちがスパーンと飛んでいくような気になるので、恥ずかしいなっていうそのちょっとした照れの部分とかを全部捨てて、はい、楽しんで歌うことが一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますので、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあ僕からは、あ、じゃあ内面的なことで一つ、頭を使って恋愛をしてくださいっていうことを哲学的な恋愛を申し上げたいです。なんですかね、ちゃんと本当に誠心誠意そういうことに打ち込むと全然歌変わってくると思うんですね。声に乗ってくる表情とか、なんか感情とかも全然すっげー笑われてますけど、まあそれはエロいの話してた方なんで帰ってきちゃう。まあその話はまあ確かに繋がらないって言ったら嘘なんですけど、まあでもそれは本当に僕が本気で思っていることなんで、歌うまくなるためにそういうことをして損はないと思う。あ、そういうことって全然いやらしいことじゃなくて、言ってないで言ってないで、だって深井はちょっと深井クスクス広げていくわ。クスクスっていう音が聞こえるから特に後ろから深井結構腹黒いからね。まあっていうことなんで、はい、僕は全然奨励派です。そういう恋愛してください。何が言いたかったの大丈夫いやだから全然
歌が変わってきますよっていう話ですね。せっかく集まってるのであれだなってことで、実はこれ全体曲みたいなのをちょっとねやってみようじゃないかということで、すごいサークルライブっぽいね。マネしてマネしてマネして辛いよ。奴のどこを気に入ったの、僕はもういらない。君の手を繋ぎ戻りたい、たくさんの人混みの中で君の目の棒だけが輝いて、世界はもうメネステメネステメネステ辛い。